こんにちは、モーターボートレーサーの上平慎二です。ボートレース徳山 SG 第33回グランドチャンピオンに出てきました。帰ってきました。いやー、盛り上がりましたね、今回のグランドチャンピオンはね。もうスタンドからお客さんがね、もうのすごい声援でね、またね、2マークの付近からまた近いんでね、もう恥ずかしいぐらいでしたね、ほんとね。今回もね、入場からね、しっかりと盛り上げていこうと頑張っていきましたけどね。僕の同期の徳松くんもね、頑張ってました。まあ、頑張ってたっていうか、まあ、徳ちゃんはいつもなんでね、あれはね。決めてましたね、徳ちゃんもね。かっこよかったですね。今回引いたモーター33号機はですね、32%、ボートは20号機のね、31.7%。微妙ですね。ちょっと中ぐらいの感じでね、あまりいいエンジン引けなかったんですけど、整備士さんに聞いたらですね、いや前節出てたよみたいな、33号機とね34号機はねなんか出てたんですよみたいな話をね言うんですよ。前節はね佐賀のね横田高光くんがね引いてましたけどね、成績も良くてね、なんか伸びが良かったっていう感じのことをね聞きました。実際乗ってみたらね、そんなにね伸びるわけじゃないんでね、おかしいなと思いながらね、ターンの感じもなんかちょっとの乗りにくさがあるなっていう感じではありましたけどね。まあ、一方の34号機はですね、僕の同期の徳松くん、眉と鼻が素敵でしょの同期の徳松くんがね引いてましたけどね。眉と鼻がセクシーでしょの徳松くんか、そうだなんか勝利者インタビューでねそのようなこと言っててね、ちょっと見ましたかね皆さんもね。さすが徳ちゃん、まあね、楽しく一節間過ごすことができましたけどね。今節はね、残念ながら予選はね第21位ということで、ね、予選最終日2-2だったんですけどね、ちょっと及ばず準優勝戦に挑むことできませんでしたね。残念です。今節の優勝は愛知の磯部誠くんでした。おめでとうございます、ね、はい、次節のですね、ボートレース尼崎 G2 の第5回全国ボートレース甲子園これ行きたかったんですけどね、これなかなか条件が厳しくてね、なかなかね出れない大会なんでね、あ、最初で最後の大会になるかもしれないんでね、気合を入れてしっかりと走っていきたいと思います。それでは